いやこれが結構思ってる緊張しましてですね、はい、なんか雰囲気が違うと言いますか、まあ、自分の、ね、思い出も違ったっていうのもやっぱりあったと思うんですけれども、うん、意外とこの番号が張り出されるときにすごい緊張、うん、自分でもびっくりするほど緊張しまして、うん、2人ともちょっとまともに、ね、見れないと思ったので姉にであのインターネットで探してもらったんです。実は番号見るの怖かった怖かったからね。すごい楽しい場所だったと思います。で先生の授業も面白かったし、友達との会話も楽しかったです。家だとなんかやっぱちょっとくつろいじゃう時があって、なんか集中できない時あったけど、なんか塾はなんかもう周りも静かだし、なんかすごい勉強しやすい環境で、すごい集中していっぱい勉強できる。夏にあったサマーセミナーっていう合宿、うん、勉強合宿、うん、みんなでなんか勉強してたらなんか時間があっという間というか、すごいそれが楽しかったです。わからない問題とかをお互い教え合ったりして、なんか大切なものだなって思いました。一緒に勉強してることでなんか安心する、なんかやっぱみんなで一緒にいる、一緒になんか頑張ってるんだっていう安心感。みんななんかまあ真面目に頑張ってるんで、なんかその中で一人でああってなるのを気が引けるっていうまあ頑張るようになりましたね、はい、だからまあ良かった。すごく塾が大好きで、休む休まなきゃいけない時も行きたいっていうことだったので、それはすごく親として助かりましたね。勉強も先生たちの、ね、教え方もとてもよくって、すごく成績もね伸びたと思います。すごく運動ばかりして勉強はどちらかというと苦手だったんですけど、ここの塾に来てすごく勉強の楽しさとかそういったものを教えてもらってすごく良かったなと思ってます。うちは6年で転塾をしてきたので、それまで4年生5年生別の塾で勉強をしていて、正直6年で転塾するのにとても不安で不安でなんですけど、入ってみて、娘が2日目でもう大好きもう塾楽しい、変わってよかったって言って、ルンルンで帰ってきたので、ああよかったなって思いました。もう勉強に関しては塾にお任せで来ましたので、まあ、それを皆さんも本当に塾の先生を信頼してお子さんを預けられたらいいんじゃないかなと思います。先生方が授業がすごく楽しいみたいで、家でもよく先生のがこう言ってたとかそういうお話とかをしておりまして、勉強は塾に全てお任せだったんですけれども、もうそれでも全く問題なく彼も志望校に合格することができましたので、結構こうやって終わってみると、まあ、大変なことはいろいろあるんですけど、でも意外とこう家族でこうみんなでこうなんだろう彼を支えて、なんか楽しかったことも意外といろいろあったなって最近になって思ってですね、受験してよかったなって思うことがあったんで、これから始まる方々はすごい不安があると思うんですけれども、まあ楽しいこともあるんで頑張ってくださいというふうに